おはようございます。今日はね、ジムに行く日だったんですけど、午後から予定があるので、午前中早めにね、行ってきました。なんか天気がね、今日あんまり良くなくて、なんか午後からね、雨が降るみたいなので、降らないといいなとか思ってるんですけど、はい。今日は大学の頃の友人と、古着屋をね、巡る予定でいます。下北にね、行くんですけど、学生の頃はね、結構下北でよく、ご飯食べたりとか古着屋行ったりとかしてたんですけど、まあなんか社会人になってね、久々に古着屋を巡るなと思ってて、なんかね、良さげな服が買えたらなと思ってます。はい、早速セットして出かけたいと思います。一休みしましょう。あ、来たことないの。めちゃめちゃおしゃれだ、ね。いいっしょ。花泥棒です。花泥棒です。じゃあ行きましょう。行きましょう。1着目よかった。ようやくなんて回ったかわからんわ。スウェットさえ見つかれば。そうね、前にはあスーパーあるの。そうドンキ。今ね、帰ってきました。大学の頃からね、仲良くしてる友人なんですけど、めちゃめちゃ楽しかったっす。はい。古着屋巡りみたいなのって、大学生の頃とかはたまにしてたんですけど、なんか社会人になってからあんまりね、する機会ってないかなと思うんですけど、いやー、よかったっすね。今回、下北をね、ぶらりしたんですけど、これからちょっと高円寺とか、祐天寺とか、三茶とか、街ブラみたいな感じで、次回以降もなんか動画とかいろいろ撮れたらなと思うので、楽しみにしておいてください。はい。というわけで、今日ね、購入してきた商品紹介します。アラスカさんっていうお店ですね。はい。ここで購入してきた商品で、はい。こちらでございます。カーハートのブルゾンを購入してまいりました。はい。ザ・古着みたいな。だいぶ味が出てるね。アイテムを購入してきまして。結構汚いんですよ。はい。こんな感じですね。ここのね、ほつれがめちゃくちゃ気に入ってます。はい。この古着でしかね、出せないような感じが。すごいいいなって思ってて、かっこいいっすね。やっぱり
普段結構綺麗めなね、あの格好をすることが多いので、あの古着の時はどうしてもね、こういうちょっと古い服に惹かれる傾向があります。というわけで、今日はね、あのお酒も飲んでて、ちょっと、少しね、ほろ酔い気分で、あの動画をお届けしております。この動画を見て編集している自分はちょっと恥ずかしい気持ちになってると思うんですけど、あのしっかりね編集していただけるといいかなと思いますので、はい。というわけで今回ね、下北沢の古着屋巡りで購入してきた商品はバガートのブルゾンになります。はい、またねこんな感じで古着屋巡りもね動画のコンテンツとしてどんどん撮っていけたらと思うので、ぜひねチャンネル登録をしていただけると嬉しいなと思います。はい、終わりですね。ありがとうございました。